二人二役江戸川乱歩前回の続きからです一方において彼女は変装の T がその都度残してゆく証拠品を夫である T に隠すようになったそればかりか 他の一方においては変装の D に対して夫とは別人であると意識した上の罪のささやきをささやくようになったあなたがどこの何というお方だかその見知らぬあなたがどうして私のところへ通ってくださるのか私には少しもわからないでもあなたのご親切が今ではもう 私には忘れがたいものになってしまったあなたのおいでにならない夜が寂しく感じられますこの次はいつ来てくださるのでしょうかそうした細君の返信を知った時の D の心持ちは実際何とも敬意のできぬへんこなこものであったに違いない 一方から見ればこれは T の最初の目論みが完全に果たされたわけであったこうして細君の方に大きな弱みができてしまえば彼の宝刀は五分五分だ決して細君に対して引け目を感じる必要はないだから彼の計画から言えばこの辺りでこの妙な遊戯を打ち切って 変装した彼自身を永久にこの世から葬ってしまえばよいのだそうすればもともと実在しない人物のことだから後に煩いの残るはずはないと T は考えていたところが今彼の心は最初は全然予想しなかった極度の混乱に陥ってしまったのだ たとえ仮想の人物にもせよ細君が彼以外の男を愛し始めたというこの恐ろしい史実が彼を打った初めは狂言であった嫉妬が真剣なものに変わってきたもしこういう心持ちが嫉妬と言えるならばだそこには相手がないのだ 一体全体誰に向かって嫉妬をするのだ細君は決して T 以外の男に肌身を許したわけではないつまり彼の恋敵は鳥りも直さず彼自身に他ならぬのださあそうなると以前はさほどでもなかった細君がこの世に二人とないものに思われてくる。 その細君を他人に奪われたかと思うと悔しさは一通りではない。細君がぼんやり物思いにふけっている。ああ彼女は今もう一人の男のことを思っているのだな。そう考えるともうたまらない。D は実に取り返しのつかぬことをやってしまったのだ。 彼は自分自身の仕掛けた罠にかかったのだ慌てて仮装を中止してみたところで今更何の甲いもなかった夫婦の間にはいつの間にか妙な愚意を生じていた細君はともすれば憂鬱になったおそらく彼女は姿を見せぬ男のことを。 諦めかねているのに違いない。T はそれを見るのがつらかった。と同時にそれほど心にかけている男というのが実はもう一人の自分であることを考えるとそれはまんざら嬉しくないこともなかった。いっそ一期一中を打ち明けてしまおうか。 だだがそうすることはとは、なく嫌だった。一つはあまりにバカバカしい自分の行為が恥ずかしくもあったしそれにもう一つは実はこれが最大の原因なのだが生まれて初めて経験した忍ぶ小泉の実も世もあらぬ楽しさを T はどうにも忘れかねた彼はそこに 「本当の恋を見出したた。ように思った本来の T に対しては世間並みの女房に過ぎなかった彼女がその心の奥底にあのような情熱を隠していようとは T は全く意外であったそして王世が重なれば重なるほどそのことは明らかになっていた」。 今更あれは狂言だったなどとどうして言えるものかしかしこの二重生活をいつまでも続けることは煩わしいばかりでなく細君に真相を悟られる恐れがあったこれまではいつも夜更けを選んで暗い伝統の下や多くはその伝統さえもない闇の中であっていたのだし一方 明白なアリバイが用意してあったからまず安全であったけれどそんな異常な会合が早そ々うそう続けられるものではないとするとそこには3つの方法しかない第1は仮想の人物を葬ってしまうこと第2はトリックの一期一中を打ち明けることそして第3は実に 変なことだけれど彼が才君に愛想を尽かされたいわばこの世に用のない T という人物を辞職してその代わりに一方の仮装の男になりきってしまうこと今も言うとおり仮装の人物としての細君とのいわば初恋を発見した彼は。 どうにも第1第2の道を選ぶ気にはなれなかったそこで非常に難しいことだとは思ったがついに第三の方法をとることに決心したつまり A という男が AB の2役を務めそれから今度は初めの A を捨ててまるで違った B の方に化けてしまうのだ。 かつてこの世に存在しなかった一人の人間をこしらえるのだそう決心すると T はまず旅行と称して1ヶ月ばかり家を空けその間にできるだけ顔形を変えようとした頭髪の刈り方を違え口ひげを生やし眼鏡をかけ医者の手術を受けて へまぶたを二重にしその上顔面の一部に小さい傷さえこしらえたそしてひげが伸びた頃にわざわざ九州の方まで出かけていってそこから細君のところへ一通の絶縁状を送ったものだ細君は途方にくれた相談を持ち込む親戚とでもないのだ 幸い夫が多額の金を残していったのでその方の不自由は感じなかったがそうかと言ってじっとしているわけにはいかぬこんな時あの方が来てくだすったらきっと彼女はそう思ったに違いないちょうどそこへ仮装の男になりすましたティーがひょっこりとやってきた 最初は、細君その男を T だと言って聞かなんだが、T の友人が訪ねてきても、まるで話が合わなかったり、それは T があらかじめ頼んだこの芝居の脇役なのだ。仮装の男の身元が明らかになったりしたので、これも T がこしらえておいたのだ。つい。 彼らが全く別人であることを信じるようになった。これが何かそうする理由でもあったのならいくらなんでも騙されはしないのだろうが T 自身の心持ちを他にしてはまるで理由というものがないのだまさかこんなバカバカしいお芝居が演じられようとは誰にしたって思いもよらないから T の細君は案外、やすやすと騙されたのも、これは無理もないことだ。間もなく彼らは住所を変えて同棲することになった。むろん名前も T ではなくなった。おかげで僕らの友人は固くお出入りを差し止められたものだ。聞くところによると、その後 T はふっつり。 遊ばなくなくったそうだそしてこの喜劇にも等しいお芝居が案外好結果を収めて彼らの中は引き続き非常にむつまじく行っているという噂だ世の中に変わった男もあるものだところでお話はまだ少しあるんだよそれはつい最近のことだが あるとと、ころで僕はふと昔 T であった男に出会った。見ると彼は例の細君を同伴している。で僕は言葉をかけては悪いのだろうと思い何気ない風を装って彼らの前を通り過ぎようとすると意外にも T の方から僕の名前を呼びかけた。そして、 いや、そのご配慮には及びませんよ昔から見るとずっと快活な声でティーが言った僕たちはそこにあった椅子に腰掛けて久しぶりで語り合った何ねもうすっかり手品の種が分かっているんですよこれをうまく担いだつもりでいた私の方が実はすっかりあべこべに担がれていたのです これはあの私のいたずらを最初から気づいていたんだそうですでも別段害のある事柄ではなしそれで家庭が円満に行くようにでもなればこれに越したことはないと思いつい騙されたような体を装っていたのだと言います道理でうまく運びすぎると思いましたよ女なんて魔物ですね それを聞くとそばに立っていた相変わらず美しい T の細君は恥ずかしそうに微笑んだ僕も最初からそんなことではあるまいかといくらか疑いを抱いていたのでさして驚きはしなかったが T にはそれが自慢であるらしく幾度も同じことを繰り返して自分で驚いて見せていたこの調子なら 先生、やっぱり仲むつまじくやっているなそこで僕はひそかにご両人を祝福したことであった。